東工大の森です。微生物ゲノムアノテーションの現状と問題点というのは割と代表タイトルで喋らせていただきます。でまず僕自身はもともとはカラスブリの行動性大学とやってた完全に人権の人間ではあるんですけれども、まあ、修士からの黒川先生とかを登録して、微生物のゲノム解析であったり、まあ、メタゲノム解析、あとは普通開発ですね、そういうデータベースの開発っていうのを、まあ、学生からまた教授になってからもやっていて、今はもう完全にベッドではベッドバイの感じになっておりますけれども、そういうことをやっております。なので微生物をメインでやってますね。あとゲノム、やっぱり基本は塩基配列とタンパク質の配列をベースにゲノム解析をやっている人間です。で、まあ、今日は、まあ、DBJ の人たちが多く加えて、普段ゲノム支援とか DBJ のバイオサンプルとかバイオプロジェクトとかにいろいろとお世話になっているというか、いろいろとしてきていただいて、まあ、すみませんって感じで直してるんですけども、今日はまあそういうデータベースの、登録とか、あとは DBBJ のいろんなデータとかを、まあ、実際に情報解析で使っていて、結構まずいなと思ったというよりも、気づいた問題というのがまあ6つぐらいあって、まあ、それに主にこの1番目が一番強烈なんですけども、を紹介できればなと思います。まあ、1個目からですけども、やっぱりバクテリアのゲノムとかっていうのは今もう非常にたくさんゲノムは簡単に決められるようになってはいるんですけれども、まあ、それをアノテーションをどうしていくか、つまり遺伝子のアノテーションですねをどうしていくかっていうのは割とまだまだ手法もいろいろあって、パイプラインも人によって違うっていうのがあるんですけども、基本はやっぱりタンパク質コーディング遺伝子を予測してあげて、それをブラスト検索でデータベースに対してブラスト検索してあげて、一定の識位置カバー率とかアイデンティティですね、で当たったものに関してはそのデータベース側のプロダクトネームだったり Gネームとかをそのままコピー用のペーストするっていうようなことがよくやられるということです。それのように何段階かあって、データベースを例えば最初はトレンドルにして、その次に一番最初トレンドルなんだ、最初コグとかのちっちゃいデータベースにして、その次にそれでも当たらなかったやつはトレンドルってでかいでも汚いデータベースにして、それでも当たらない場合もタンパク質のモチーフ配列とかを探すっていうようなことを何段階かやっていくわけですね。まあ、それ tRNA とかリボソム RNA 遺伝子とか RNA 遺伝子はもう別のまたソフトウェアであるんですけども、そういう遺伝子をソフトウェアで漏れた部分というインターゼネック量と言われてますけども、そういうところにも遺伝子があるかもしれないというと、もうちょっと厳しめの敷地でまたブラスト X などを駆使してデータベース検索で基本的に遺伝子を見つけていって、そこでどういう機能遺伝子があるかっていうのことを見ていくっていうのをやるところなんですけども、今皆さんこういうことはあまり意識してはやっていないんですね。やっぱりどういうツールだったりデータベースでは域地を組み合わせて使うのかっていうのはかなり経験則に依存するところがあるので、なかなかそれをある意味でちょっとゲノムなんか新型シーケンサーとりあえずあるんで使ってみて、とりあえずゲノム決めてみましたっていう人たちはあまりこういうのに親しみがないので、結構敷居が高いということが、まあこれも新型シーケンサー出て少し経ってからだいぶ気づいて、でなのでこれマイギャップっていうようなツールを作ったりしたわけです。でこれマイギャップとは何かというと、真核微生物、原核微生物と真核微生物の両方含みますけれども、基本はまだ禁煙種がいようがいまいか、とりあえずなんかゲノム配列を出しましたと。リードデータから何かのツールでアッセンブルして、コンフィグとかスキャフォードになっている配列のファスタファイルを取り込んであげると、自動的にそこでアノテーション、遺伝子のアノテーションとか遺伝子予測をしたりしてくれて、結果を返してくれるというのはパイプ、ウェブで使えるパイプになってますけれども、もともと統合データベースプロジェクトで遺伝研の菅原先生だったり、あとは先ほどまで言いました黒川先生、黒川先生だったりとか、あとはインシリコバイオロジーっていう、まあ、大学院時代の僕の先輩の方ですけど、大山先輩の方と、まあ、4人ぐらいでメインで作ったあのツールパイプラインですけれども、今は遺伝研でここで運用されておりまして、まあ、ゲノム支援で引き続き開発とか運用とかを継続しているというようなパイプラインになっております。で、まあ、やり方としてはパイプラインに入り口ここのページのアクセスでほとんどの人は知っているかもしれませんけど、ここにクリックすると、なんかログイン、さすがにまだ論文出てない、他の人にはオープンしたくないようなゲノムだったりするので、ユーザー名とパスワードを入力するんですけど、ユーザー名、パスワードの入力の仕方が結構面倒くさくて、スーパー、内部で遺伝研スパコンを使っているので、遺伝研スパコンのマイギャップ利用申請と、多分今でもこれだと思います。ここでアカウント作っていただいて、で、封筒届いたら、ログインして、で、自分のファスタファイルを取り込むと。で、ランっていうボタンを押して、まあ、基本このラン、ミニアかサーキアかバクテリアアーキア、ユーカリオータと区別あるんですけど、この辺選択してランって押せば、中で、
まあ、遺伝子予測だったり、あタンパク質コーディングだったり、あとは RNA 遺伝子の予測して、あとはそれらをブラスト検索してあげて、いろんなデータベースに出してブラスト検索して、各遺伝子がどういう遺伝子機能を持っていたと考えられるかっていうような結果をボコボコと出してくれると。で、通常はまずそれウェブでクリックすると、まあ、tRNA が何かありましたとか、こういうのが出て、コンティグごとに出てくるんですけども、それをファストファイルだったり、あとは全バンクファイルの ZIP とか CSV などでダウンロードしてあげて見ることもできますし、あとウェブ上で一応アノテーション情報だったり、ブラストのアライメントとかを見ることはできたりするわけですね。こう、まあ、そういう機能を作って、これがもう、まあ、10年前ぐらいかなっていうぐらいに作って、でそれ割と当時はそんなマウスクリック1個で、ファストファイル入力したらこういうアノテーション情報出てくるっていうのはあまりなかったので、バクテリアの場合比較的まだ簡単ではあるんですけども、そういうのなかったので、その、まあ、これ2009年か2011年までの統計はこのスライドではないんですけども、割といろんな日本の国内、あとは海外の人も含めて、まあ、ほとんどは国内の人ですけども、結構使うユーザー数は割とおかげさまで多くなっていってるっていうツールなんですけども、そういう意味でつまり遺伝子機能のアノテーションとかってバクテリアの場合とかであっても、割と普通の人っていうのはなんか自分でもうやろうってことあんまりしない人。基本ファストファイルこうになって、で、パイプ、自分の解析パイプラインで入ってきた結果っていうのを、ああ、こういうもんなのかっていうふうに、で自分であの パラメータとかをいじるとか、ソフトウェアいじるってことあんまりしないっていう人がだいぶ増えてきてるっていうのは、その利用者の数、増加でもいつも不良な図なんですけども、そういう状態になります。で、まあ、マイギャップ自体よく使われていたんですけども、数年前からの MCGA の PGAP という、昔は PGAP という A が2個あったんですけど、 PGAP というツールが出始めていて、マイギャップと割と似たような機能を持っているので、まあパイプラインは違うんですけども、彼らのすごくあのうまい戦略っていうのは、この中で使っているのは完全にレフセックのアノテーションパイプラインと同じなので、レフセックのまあ、レフセックも全バンクとかで、もともとユーザーが登録したゲノム配列を独自にアノテーションして、で、株間で比較、ゲノム間で比較できるような解析パイプラインを作ってはいるんですけども、まあ、それと同じ、ほぼ全く同じようなパイプラインをユーザーにも提供して、ユーザーが入力したファスタファイルからこういうアノテーション情報を返してくれるというような機能を、2年前ぐらいに NPGA の PGAP として、正式にリリースをして、非常にこれユーザーが多くなったんですね。マイギャップのユーザーがかなりこっちに流れたんです。で、流れた理由は何かというと、いいところで、そのままもう、この PGAP に掘り込むと、そのまま全バンクに、ゲノムの塩基配列とアノテーション情報の全バンクに入れて、もうそのまま登録できると。ユーザーは、最初にバイオプロジェクト ID とバイオサンプル ID、あとは、コンピュートゲノムの場合、ロールカスタグプレフィックスっていう、あの各遺伝子、各 CDS のとかリボソマーメンとか前に作るんです。4文字か5文字ぐらい、最低でも3文字ですね、のアルファベットだったり数字の並びですけど、それを取得して入力し、あとファストファイル入力してあげれば、もうほぼ自動でアノテーション情報もつきますし、全バンクの登録、ゲノムが登録できるというのは非常に受けたわけですね。なので NCBPAF 今非常によく使われています。日本国内でも使っている人が結構多いです。で、ただ僕らとしてはもうマイギャップを使って作っている人間なので、なんかマイギャップを使ってほしいんですけれども、なかなかこの PGAP に対抗するのは難しい。理由はやっぱり PGAP だと簡単に登録までできます。でもマイギャップはというと、まあ、これ僕自身がゲノムを登録したときに DBBL の方からあのいただいたメール、出資してくださいねっていうメールの一部ですけれども、まあ、基本やっぱりあのデータベースとトレンブルとかいくつかでかいデータベース、汚いアノテーションのがいっぱい入っているデータベースから、まあ、一番アイデンティティ高かったやつを敷地を切るんですけど、それでプロダクト名とかそのまま明記したりするので、例えばこれとかだと、どこが違うのかなと見たら、トランスクリピショナルとここに P と T の間に I が1個入っている。まあ、これデータベースが間違っているんですけども、そのまま転記しちゃってるので、で、それを DDB の人がそれ見つけてくれて、こう書いてくれる。非常に親切なわけですね。僕ちょっと最初見たとき、どこ違ってんのと思ったんですけど、ね、すげえと思うんですけど、それを全部の多分 CDS に出してやってくれてるかと思うんですね。あとはこの音符 A、モッド B っていうのは、これだけじゃなくて、このプロピンをつけないかなと思って、ああ、そうなのかっていう。まあ、いっぱいつながって出てくる。大体数でこれ出てきますね。で、DDBJ、ここがいいところでもあるんですけども、なので、DDBJ
マイギャップというのは遺伝系なので、まあ、遺伝系のところで運用しているので、そこから登録するときって、DB みたいな登録するわけですね。なので、マイギャップが出力されたファイルっていうのを、DB ビジェンに登録するときっていうのは、結構、やっぱりまたハードルが上がって、その一番の理由っていうのは、レフテックとかトレンブなどのリファレンスデータベースを使っていますので、マイギャップのような感じで。なので、まあ、そこのデータベースが汚いので、アノテーション情報が。そうすると、それをそのまま、DDB に登録するときには数十個の修正が必要になると。じゃあどういうデータベースだったらアノテーションが綺麗なのかと考えた場合に、多分これないですね。そのデータでアノテーションが綺麗なデータですって、特にそのまま DDB に登録できるレベルのものって、でしかもある程度配列がいろんな系統にわたってあるようなデータベースほぼないと思うんですけど、あったらぜひマイギャップで使いたいんですけども、っていうのが一個目の質問ですけども、はい。で、もう多分ないだろうなと思うんですが、まあないんだったらなんか使わない、作らないとどうしようもないなと。まあ、せめて、こういうアノテーションだったら大丈夫ですよっていう。まあ確かに全部のタンパク質系のアノテーションとかっていうのは、そのリスト作るのは無理だと思うんですけども、パターンはあるとは思うので、っていうのをある程度明記して、まあそれをパイプライン側にで学習させて、まあより良いパイプラインを作って、そうすると、まあ DDBJ 側の人もあんま手間があんまかかんなくなるんじゃないかなとやっているので、まあ、それをするかなと思います。はい。まずそれ1個目の強烈な感じですね。なので、やっぱり今後、解析パイプライン、まあ、ゲノム配列がすごい数出てきちゃうので、そうすると解析パイプラインとかを使って、ある程度、アノテーションも自動付けしないとしょうがないような状況になってきます。僕自身ももともとマイギャップっていうのは、得られたアノテーション情報っていうのを人間の目でもうちょっとチェックしてくださいねっていうことで、そのままデータベースに登録するときにつけてなかったんですけども、まあ、PGAP とかの例みたいな感じで、もう、割と皆さん望むのは、もう、アノテーションに関してあまり愛がなく、そのままもう、ポイント、ゲノム登録して、あとはなんかそれ使って論文を書くとかっていうようなこと、まあ、場合によっては論文すら書かないようなこともあったりするんですけど、とりあえずでもデータをオープンにするっていう精神は重要だと思うので、そういうことをできるように、簡単にできるようにしたいと思うんですけども、そのためには、この、なかなか、どういうアノテーションだったら DDB で受け付けてくれるのかなっていうのを知りたいなと思ってますね。で、あとは、個人的に解析とかしていて、割ときついなと思ったのがいくつかあって、30分は絶対やめないですね。まあ、休職もできる。一応30分で1回切るってことであるんです。あとは、それでもいいし。はい。多分、こっから先って結構、個別議論になっていくんですけども、1個目、WGS とかにしますね。はい、WGS、これは何かというと、まあ、これゴールドのサイト、JGI のゴールドが取ってきたゲノムが、ドワーフトゲノムの数とコンプトゲノムの数、まあ、どんどん、特にドワーフトゲノムがすごくたくさん出てきますね、っていうことで、まあ、NCBI とか ISDG の方々もそれに対応して、WGS っていうような、もうこれ以外はそういうドワーフトゲノムとかに対応できるようなって形で WGS っていうわけなのかなとは思うんですけれども、今そういう使い方はメインだと思うんですけど、WGS のデータ登録っていうのが可能になってきています。で、例えば僕らがそのゲノムを決めた、このロドブルムスルフィトなんちゃらっていう、まあ、光合成細菌ですけども、これも DDB で、ゲノムアナウンスメントってゲノム決めました論文出すときって必ずこの DDB でかエンブレか全部か登録する必要があるんですけど、まあ、そこにはこれ相手絶対書かなきゃいけないっていうのは義務づけ僕らもこれ登録したんですけども、登録の仕方としては、WGS ってところに、普通の、ほぼコンプリートゲノムではあったんですけども、まあ、一部コンテンツに分かれてましたけど、でなので、もともとの今までのフルゲノムとして登録する、アノテーションのところを全部書いて登録する選択肢もあったんですけども、僕らはこれ WGS で登録しました。で、WGS で登録すると、何が研究者にとって嬉しいか。登録する研究者のところで嬉しいかというと、これ1個のコンティング、1.4 メガぐらい割とでかいコンティングなんですけども、この辺が普通の系統名とかバイオサンプル、バイオプロジェクト ID とかあるんですけども、遺伝子のアノテーションのところが全くないです。ゼロです。ゼロの状態で、つまり、論文中では、ここにもそうなんですけど、遺伝子機能の情報で一応書いてるんですね。ここに光合成遺伝子クラスターありましたっていうようなことが書いてたりするんですけども、データベースに配列を登録するときに WGS で登録する場合っていうのは別に遺伝子のアノテーションの情報を一個も書く必要は必須ではないので遺伝子のアノテーションなしで登録できてしまうと。そうすると普通のゲノム配列の登録の場合先ほどのようなものでまず、まあ、通常 NCBI タクソノミーのその配列の決めた系統っていうのが
登録されてますか、シレベルで登録されてるかどうか確認してなかった場合はこの登録しなきゃいけないんですけど、それは普通はあんまりないので、それはいいとしてバイオプロジェクト ID まず取得して、でその時同時にローパスタグプレヒットっていうのを取得して、まあ、その後バイオサンプル ID 取得して、この辺メールが返ってくるようになったわけですけども、でその後マスサブミッションシステム MSS でハイエストアノテーション情報を登録して、でそうすると DBJ 側からメールが来て、プロダクトの十数個直してくださいねっていうのが来るわけですね。でそれを一個ずつ直してもう一回登録して完了っていうようなんですけども、それに対して WGS の場合だとバイオプロジェクト IDID を取得するところは同じです。だからローパスタグプレフィックスを取得する必要もないと。で、バイオサンプル ID を取得するんですけど、で、ナッサミッションにハイエースアノテーション情報を登録するんですけど、アノテーション情報ってほぼないので、アノテーションの修正ってのはほぼないんですね。ほとんどメールも修正1個も 2、3個で終わるわけです。なので非常に楽なんですね、WGS は。なので多くの人、ドラフトゲノムを含めて多くの人は WGS でドラフトゲノムを登録します。ただそうすると問題点、後で解析しようとしたときに問題点は、論文中には、まあ、遺伝子名とか書いて、この遺伝子ありましたよって遺伝子の数何個って書いてあるんですけど、WGS のエントリー見ても遺伝子なんて一個もなくて、自分で遺伝子分析をしなければいけないと。なので、比較解析を後でしようとした場合に非常に大変です。アノテーション情報がほぼゼロの配列断片が非常にたくさん増えるっていうのが現状になっています。これがどん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 増えていきます。で、バイオ違法で普通に情報解析を比較ゲノム解析とかやる人、もう確かに困るんですけど、その人たちは自分たちで後でデータ全部ダウンロードしてきて自分で遺伝子を取得すればまあいいんですけども、問題が多くの人って、あの実験系の人って、例えば何かよくわからない遺伝子取れたら、それをまず NCBI かどこのサイトに行ってブラスト NR に対してブラスト検索するんですね。タンパク質対タンパク質、または塩基対タンパク質。そうすると、そこに入っている情報っていうのは、基本はもう誰かが遺伝子を取得してくれて、データベースに登録されているようなタンパク質の配列だけが入っているので、WGS でドラフトゲノムしか登録されていない場合っていうのは、レフステップに入らない限りは、基本的にそういう NR には1個もアミノ酸配列は登録されていないという状態。なので、非常に今、バクテリアのシングルセルゲノムとか、メタゲノムからのゲノム解析とか、そういうことがやられていて、非常にたくさんゲノムが決まってきているんですけど、ほとんどが WGS で登録されているので、実際のその遺伝情報、そこに遺伝子のアミノ酸配列の情報って、そんなにバリエーションが増えてはいないっていうのが、結構困ったなっていう状況であります。はい。そういう WGS は割と、登録者側にはとっては楽なんですけども、後で使おうとすると、なかなか使えない、あんまり使えないデータがいっぱい増えるだけだなっていうのが現状となっているというところですね。続きからです。ここから先は多分早いです。はい。ゲノムアノテーションの修正ですけれども、これ何かっていうと、割と、まあ、とある共同研究者からメールが来たんですね。ゲノムを登録したわけですけど、そうすると、で、登録したゲノムですけども、アノテーション間違ってると誰かから指摘されました。で具体的に RNA ポリメラーゼサブユニット、ベータプライムっていうのが、アルファサブユニットで登録されていて、で確認したら実際にそうでした。その時どうしようってなった時に、一応アノテーション修正はメールで受け付けられているっていうことだったと思うんですね。DBJ アップデート係様ってところにメールをしたってこういう感じで。DBJ のコンプリートゲノム配列が、なんかローカスタグなんちゃらなんちゃらの CDS っていうのは、プロダクトに間違えてましたので、こう、修正していきたいのに、それはどう可能でしょうかって言ったら、もう、これよく引き受けていただいたわけですけども。で、ここで思ったことというのは、遺伝子のアノテーション1個、例えばもう明らかに最初の遺伝子機能アノテーションダメダメで、ゲノムの数十個、数百個ぐらいの遺伝子の機能アノテーションがやり直さないといけなかったから、ね、どうしよう、メール100回ぐらい送るかな、これ結構そうなんだろうなと思うんですけども、あともう一つは、まあ、個人的にデータベース作っていて、あのデータベースのゲノムのデータの更新とかっていうのも統合データベースの方で意識してはいたんですけど、その場合に NM、でこのアノテーションを直したんですけども、そうすると今まで僕自身の考えではこのゲノムのバージョン .1 とか NC なんちゃらなんちゃら .1 とか GA なんちゃらなんちゃら .1 っていうのが遺伝子アノテーションな、ゲノム中の1個でも遺伝子のアノテーションが変わったら .2 になるのかなと思ったんですけど、ならないんですね。びっくりしたんですけども、そうするとじゃああるゲノムのアノテーション情報が変わってるか変わってないのかってどうやって判断するんだろうなと、もしかしてあの日付のところかなと、結構、どこなんでしょうね。どうやって判断すればいいんでしょうねっていう疑問に思ったところですね。なので、進化、ゲノムアノテーションの修正に関しては今のところメールで受け付けられているのかなと思うんですけど、複数ゲノム、複数の
アノテーションを一気に直さなきゃいけないってなったら、割と大変なことになるかなと思っております。で、あとここからは、あ、バージョンの、バージョンは配列のバージョンに飛ぶっていうのそうすると、そこは、あの、配列が変わらないというか、アノテーションに関してできるんだと思います。なるほど。そうすると、例えば、つまり、あの、機能アノテーションが変わっている場合っていうのは、そのヒストリーの差分、結果的にアノテーションのテキストの差分として考えてしまう。機能とかを考えて、それ以上を差し上げない。難しいですね。わかりました。なるほど。そこは。アノテーションというよりも、それが完成フラットファイルをオープンにしたという、すべての、よく全バックファイルっていうあれに、まあ、普通のなんちゃらなんちゃら .1gk ってなってるやつにはファイル内には書いてないっていうことですか、ね、あのコンプリートゲノム の, あのゲノムの、まあ、1個のレプリコンがあってその全バックファイルがありますよね。そうするとその理解はそこはアノテーションが変わったらドット1がことになるかなってなるわけです。そうではなくて、で、確かに論文が出たりしたりすると、あの、日付のところ、一番右上のところに日付がありますね。あれがなんか確かに更新されてたりして、あそこのみ変わるって感じですかね。あれも割となんか、難しそうっていうので、パンダのハックなわけだったんですけど。なるほど、わかりました。これはなかなか一筋縄ではいかないということがよくわかりましたので、では次。日付が同じでデータの中身が変わるってことってありえないのか。まあ、非常に良いの状況ではありますか。どういうこともね。いやいや、確かに。日付の一丁は、文字サイトで一丁。で、HTML の方には、全部の設定。なるほど。そうすると、僕らみたいな倍にの別の、あの、INSPC からデータを取ってきて、それでゲノムデータベースを、自分たちの、それこそ RDA 化したデータベース化してる人たちにとってみると、ゲノムアノテーションの更新というのは、適当で差分を取った。はい、ということで一つ解説しました。で、3つ目、これは真核ゲノムの話、微生物とは言っても真核ゲノムであるんですけども、こっちは、あの、まあ、アノテーションっていうことかどうかわかんないんですけど、前、あの、クレブソルメジウムっていうそのゲノムゲノム、これは、真核生物ですけど、その中間さんとか、藤田さんたちの人が、文字を書いて出せたんですけども、ここでやったことっていうのは、核ゲノム解析をガチでやってるんですけども、陸上植物と、あの、淡水性とか海水性の藻類とかの連中とどの程度遺伝子共有してますかっていうオープニング解析をしたわけなんですけど、そうすると既存のゲノムデータからオプからアノテーションに引っ込みてきて、あの各 CDS と引っ込みていかなきゃいけないわけなんですけども、僕もともとバクテリアゲノムやってたのでじゃあ NC データでも取ってくればいいかと思ったんですけど、真核生物の場合はそんなことは全然なくて、でオーソルクラスターに実践使用したって NC データ取ってくればいいじゃないかって言ったら、その共同研究者に何を考えたんやって言われて、一個ずつこの生物だったらファイトと思うこの生物だったらこのなんちゃらなんちゃらデータベース、これだったらシアニゾシロなんちゃらなんちゃらゲームプロジェクトっていうのは一番いいアノテーションでやるから、NC データ全部取ってきたら、ろくなことにならないから、それはやめようと言われて、で、じゃあそれどこの間に情報まとまってるんですかって、そんなものがまとまっていないと。これは相当きついなと思ったんですね。で、まあ実際こういろんなデータベース、JGI とファイトで見てるというものであったり、なんかいろいろあるんですけど、そういうの場合だと、あと陸上植物のところで取ってこないといけないってことで。で、僕らも、じゃあ NCBI に正確なアノテーションを登録したかというと、なんか僕ら自身のその共同研究者の話があって、このクレムソロの以上なんてなったらゲノムプロジェクトのところに最新のアノテーションの情報が登録されていて、NCBI の方には、なんか、あんまり登録、NCBI とか DDBI の方には何も登録されていないという、配列しか登録されていないという状態になっているんですね。で、じゃあこれを、
どっかのアメリカの研究者が使おうと、講義がなんか実証をやってるんですね。クレムソーミルのゲノム配列は、まあ、シーケンスされて、そこからなんか陸上植物の適用に関する遺伝子を取ってこようとした場合、どうすればいいと書いてあるんですけども、そうすると、ロー DNA リーズはアベラブルインジャンマン、バスがアセンブルトゲノムマンとは、プロテクトジーンモデルがないと。でだから、合計メソッド、論文のメソッドを読んで、なんでここのウェブサイトのリンク見つけようと。そこがダブルベルトして取ってきて、自分でなんか頑張って作れという。これ進化説、これ教科書みたいなのに書いてあったんですけど、進化説、これが普通なのかというのが、割と驚きを持っていなかったですね。なので、進化生物のゲノムのアノテーション情報ってなんかどっかに集約されてるかというと、そんなことはないんだなっていうのは理解して、非常にお世話なしたんですけども、どっかに集約してほしいですね、っていうのが、少なくともなんかポーサルかなんかで、これはこの、こういうのですね、こういう表を見たらいいのっていうのは、なんかこれはこれが信用できるぜとか、いうリストをどっかに公開、誰かをまとめて公開してくれないかなと思ったんですけど、少なくとも僕にはこれはできないんですよ。各進化生物にどれが一番いい最新のアノテーションが入ってデータベースかわからないという。結構これ深刻な問題じゃないか。特に進化生物、いろんな進化生物を比較ゲノム解析しようとした場合に、やっぱ選択的スプライシングとかいう問題もあったりするので、そうすると MCB と例えば DDBJ とかと、あとは JGI のファイトゾーンとかで遺伝子の数、CDS の数が2倍ぐらい違ったりするのがよくあるんですね。そうすると、比較ゲノム解析の先ほどのこういうようなオーソドラアバンダスとかの共有率とか見ても、わけわからんことになるので、かなりこれは困った問題だなと、個人的には思っています。どうしたらいいんでしょうか。という、比較ゲノムのアノテーションはどっかいろんなところに分散しちゃってると。一番いいアノテーションはいろんなところに分散していると。で、それはどこにも整理されてないという状況がやばいなと。はい。で、そこは小玉さんが言っておられた配列データ書の、アーティファクトですけども、例えば、イリムラの場合だと、実験の時にアダプターを最初に量産につけて、で、それで、リッチ PCR とかして、シーケンスするわけですけども、で、このアダプター配列っていうのは、元々のこのゲノム配列なので、入ってないような配列、人工的な配列なわけですね。ただ、その情報っていうのは、基本、例えば、イリムラの場合だと、イリムラの製品なので、基本的に配列非公開なんですね。ウェブにはあんまり普通載せないでくださいね、と、イリムラの場合っていう。で、もちろん、キットには紙では書いてあるんですけども、原則としては配列は非公開になっているらしいです。で、当然ながら論文にも書いてないですけども、書いてる論文もありますけどね。DRA、ERA、SR のメタデータ、つまり、バイオサンプルだったり、SRX、DRX だったり、とかにも書いてないのがほとんどです。昔は書かれていますけども。で、でも、そういう DRA、ERA、SR の配列データには、このアダプター配列は入ってますので、入ってるやつもあれば入ってないやつもありますね。で、当然ながらこのシーケンスの機種で変わります。でトゥルセックだったり、イリマールだったらトゥルセックだったりネクターで変わりますし、あとは当然 GSX とマイセックスも非常に違うとかあるんです。で、多分今世界中いろんなこういうリードデータを使って比較解析とかするような人として、自分たちはの中でリストを持っていてそれを使うってことがあるんですけど、新規参入しているバイオインフォメーションとかこう解析上とした場合は結構これ困ると思います。なのでリードデータ紙にどういうようなアーティファクトの配列がまあ混ざっているのかっていうのは、なんとかして構造化されたメタデータとして記述されていると嬉しいなと思ったんですけども、まあ、それを普通の場合、その辺の信号信号さんあんま使ったことないような人たちに記述してもらうというのは、かなりきついこともあったというのを理解しています。で、バムファイルっていう、先ほどバム、ファスト Q からバムファイルにどんどん移行するだろうっていうような方針をされてましたけども、その場合、メタデータだと結構困るんですね。言わないとないので。マッピング、膨大2とかでも全然マッピングできないという状況があるので、バンファイルを作るのはかなりきついというか、そうするとやっぱファストキーファイルとかをそのまま使うしかなくていうようになるので、なかなかこのマッピングできなかった部分っていうのが、アーティファクトの配列を考えて配慮するっていうようなバンファイルの方針だと結構きついだろうなという印象があります。これどうすればいいのかというのはかなり難しいです。どっかでデータベース作った方がいいかもなとは、誰か作るのかあれですけど。例えば、僕、ドラフトゲノム、バクテリアのドラフトゲノム全部取ってきて、それのバムファイルのインデックスを作ろうとしたんですけど、膨大2だとインデックス作るのに大体5日かかりますね。で、インデックスファイルの数十ギガになるので、で、それが毎日のようにこう発信されると追いつけないんですよ。っていうのがあって、なかなか仮想的なリファレンスっていうのを作るのは結構難しい状況になってきてますね。
インデックス化しないような GPU とか使ってっていうことができるとはできるんですけど、その場合なかなか使える人はあんまりいなくなるっていう状況があるので、どうすればいいのかなっていうのは思います。まあ、ハイセクは150ですね。状態2、環境によるんですけれども、人腸内であれば、割と HMP とか、ああいうとこがリファレンス次のいっぱい読んでくれているので、まあ 50% ぐらいは余っている。はい。ボードだと、まあ 80%、90% 余っているですね。ただ、ブラストだと当たります。結局、アルゴリズム的に、あれは割とそんな、禁煙のやつがしかも、ありつかないようになっているので、最初のシード探索の時にそれを見せるんで、それがあるので、で、もちろんそういうようなシード探索のところであんまズルしてないようなボードブラストなり、まあ、ブラッドを、まあ、多少いいんですけど、ブラッドとか当たってるとすごい時間かかっちゃうので、ユニクルじゃないんですね。っていうのがあるので、このやっぱアーティファクトの配列、まあ、気をつけて解析される方はいいんですけども、普通の人が解析すると多分ハマりますね。そこで遺伝処理しちゃいますね。はい、確かに昔僕もそのアダプター配列っていうのを1個ずつ取ってっていうランですね。これはもう1枚の調べで、系統名で、多分神保さんにもつながる話だとは思うんですけど、ニスビアタクソノミーには割と問題があって、特に微生物に関しては、先の植物の場合もそうなんですけどね、株の違い、つまり種より下のところに関しては、基本的にニスビアタクソノミーでは ID は振らないということになってきています。なので、つまり、株と、白菜は同じニスビアタクソノミーで振られているという状況が今後発生するだろうと。で、バクテリアの場合はもう風俗になってますね。大腸菌の計12ミリ以上、大腸菌の O15 なんて同じ種なので、ID は、エジザタクソニー ID と同じというような状況になりつつあります。結構きついですね。なので、エジザタクソニー ID としてはもう完全に同じだけど、病原菌とその辺にいる実験で使える菌という状況です。ID では区別できない状況になっています。というのと、あとは、じゃあ名前で区別すればいいかというとか、名前でも、これも非常に根が深くて、正直、どうしようもないかもしれないですけど、例えば、属名とかありますね。バクテリアっていうのは何種がいると。バチルスっていうのは何種類、まあ、納豆菌の属名ってバチルスですけども、それ同じ属名を持ったやつは7種類もいる。と、ニトロスピラっていうような属名っていうのは属名でもあって、あとはそいつの名が所属するコードの名前、ファイアムクラス、クラスの名前でもあって、っていうようなものがあって、G に決まらないんですね、名前だけで。あとはこのポンティコッカスっていうバクテリアは、バクテリアの中にも2属とも同じ属で、全然違うファイアムの属というやつなんですけど、どっちもポンティコッカスって呼ばれてる。なので、主証明じゃないと区別できないという状況なんですけど、なぜこの属名じゃないと困るかというと、大抵の場合、メタゲノムとかの場合で、その種を区別できるようなことってあんまりなくて、特に系統マーカー遺伝子の 16S とか、あとは BOB とか、ああいう配列を使うと、属までがせいぜいってことがほとんどなんですね。そうすると、属の、ある属がどんだけいましたかっていうようなアバンダンス情報を突き抜けて作るんですけど、その時に、このポンチコッカスはどっちですかって話になって、ポンチコッカス1、ポンチコッカス2っていうふうにして、やらないといけないって。まあ、今そうやってるんですけども、そういうのがどん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 増えてきて、詳しくはここにあった。そうですね。なので、ここで話すのはあれかもしれないんですけれども。そうですね。この辺は動物植物で、微生物と動物で命名をしやってる団体が違うので、両者の時代で、この人はそれないでこういうことが起こったりするんです。こっちの場合はどっちも微生物なんで、ちょっとどうしようもないですよ。バクテリアなんで、基本的に命名規約は1個で統一されてるはずなんですけど、それでもこういうことが起こるんですね。これも改善されると思うんですけども、まあでもこういう問題があるので、エスビアタクソノミーも全然万能ではないので、なかなか ID 問題、株の、特に系統の ID 問題って結構きつい問題だなという印象があります。で、ひたすらこう闇の部分をひたすら話しまくったわけなんですけど、そんな感じです。ありがとうございます。すみません、長々と。